メニュー特集。まずは気軽に立ち寄れる創作イタリアンのお店をご紹介。静岡市葵区昭和町にある異風惣菜酒場イルパパトーレです。創業28年の名店。店内はアンティーク調のおしゃれな空間でゆっくり食事が楽しめます。親子3世代で、皆さんが楽しくあの食卓を囲んでいただけるようなお店を目指してやってきました。お店の名物メニューはチーズフォンデュ。具はソーセージやエビなどお好みでどうぞ。チーズの方は3種類使っております。グリエールチーズはチーズフォンデュのコクを出す感じで使っております。でエメンタールが酸味をでバランスをとっております。であと一つのチーズをがメインで使ってるんですけれども、こちらの方だけはすいません企業秘密とさせてください。鍋で温めた白ワインに3種類のチーズを少しずつ加え、チーズの硬さを確認しながらゆっくり混ぜ合わせていきます。チーズの舌触りの滑らかさと糸引きの良さが特徴。パンにつけるとコク深いクリーミーな味わいに。プリプリ食感のエビと芳醇なチーズの相性も抜群。口いっぱいに濃厚な旨味が広がりますよ。そしてこちらも人気、煮込みハンバーグ。自家製のデミグラスソースがどちらかというとちょっと甘い感じで仕上げておりますので、ハンバーグの方はスパイシーな味わいになっております。合いびき肉のハンバーグはフライパンでこんがり焼き目がつくまで焼き上げます。そして鍋に移し替え、3日間かけて作る自家製デミグラスソースをたっぷりかけます。ソースが通常のフォンドボーとは違いまして、お店でいろいろ使ってる牛すじですとか牛タンですとか、その辺の出汁もソースの方に使わせていただいてますんで、深い味わいになってると思います。ハンバーグはふわふわの柔らかさ。濃厚でコクのあるデミグラスソースが肉の旨味を存分に引き出す一品です。さらに自家製生地がこだわりの牡蠣のクリームピザ。具沢山のピザとなっておりますので、具材に負けないようなサクッとした食感のピザの生地を作っております。ミートソースをたっぷり塗って、ベーコンやブルーチーズ、パプリカなどを並べます。その上からホワイトソースをたっぷりと、広島県産牡蠣のオイル漬けをのせ、チーズをかけて焼き上げれば完成です。手作りのサクサク生地に濃厚で磯の風味豊かな牡蠣の味わい、熱々の焼きたてをどうぞ。さらにニンニクの香りが食欲をそそるアヒージョも人気。あったかい創作イタリアン、一度お試しあれ。